OJ 名誉はアメリカ合衆国出身のバスケットボール選手。NBA のメンフィスグリーズリーズなどに所属していた。出生地はウェストバージニア州ハンティントン。出身大学は南カリフォルニア大学。日本では OJ 名誉、あるいは OJ マヨなどと表記することもある。OJ 名誉は当時17歳だったアリーシャ名誉の長男として生まれた。 アリーシャはその後も6人の子供を産み、またシングルマザーとなることを選択したため、名誉の幼少時代は裕福とはほど遠かった。しかしその後、名誉のバスケット選手としての才能が開花すると、一転して花々しい少年時代を過ごすこととなる。彼が13歳の頃には、地方新聞で記載と紹介されるまでになり、名誉が7年生の時には、ケンタッキー州の私立校、 ローズヒルクリスチャン高校で特待生としてプレー高校生に混じりながらも平均20.5得点を記録し、8年生の時には平均23.1得点を記録した。スポーツイラストレーテッドや CBS でも名誉のことが報じられるようになり、名誉は高校入学を待たずしてメディアから注目を集める存在となった。高校はハンティントン高校に進学。 2006年、18歳になった名誉は2年連続で、オハイオ州のミスターバスケットボールと、AP 通信選出のデビジョン3年間、最優秀選手を獲得。チームも2年連続で、州チャンピオンに導いた。ますます名声を高めていく名誉は、同じく高校生で、スター選手になったレブロン・ジェームズと、しばしば比較されるようになり、 レブロンの高校時代と同様に彼の試合にも多くの観客が詰めかけるようになり、その中にはレブロンやカーメロ・アンソニーら NBA スター選手の姿もあった。2006年2月にはこれまでで最多となる観客を動員し、16,500人の観客の前で、名誉とチームは当時全米ランキング1位のオークヒルアカデミー高校を下している。 最終学年となる2006から07シーズンには28.2得点6.1リバウンド7.2アシストを記録し、州の得点王に輝いた。また、マクドナルドと AP 通信選出のオールアメリカとウェストバージニア周年間最優秀選手に選ばれた。州チャンピオンシップ決勝では41得点10、リバウンド11アシストのトリプルダブルを達成。 三年連続の州チャンピオンに輝く直前、名誉はフリースローラインからゴールのバックボードに向かってボールを投げ、空中でキャッチしてそのままダンクをするというワンマンアリウープを決めた。試合終了のブザーが鳴り響くと客席に向かってボールを投げ込み、三本指を立てて優勝を祝った。高校バスケ界のスーパースターとなった名誉の進路には多くの注目が集まり、 各局がこぞって、名誉の進学先を予想したが、名誉が決断したのは、南カリフォルニア大学だった。大学1年目となる2007から08シーズンには20.7得点4.5リバウンド3.3アシストを記録し、平均20.7得点、通算684得点、3P シュート成功数88本は、同行の1年生記録となった。 またパックマイナス10のファーストチーム、オールフレッシュマンチーム、パックマイナス10オールトーナメントチームに選出されている。大学では1年間だけプレーし、2008年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。ドラフトではミネソタティンバー・ウルブズから全体3位指名を受けたが、直後に大型トレードに組み込まれたことで、名誉の NBA のキャリアはメンフィスグリーズリーズで始まることとなった。 生命中のグリーシリーズで名誉は1年目からその才能を発揮。全82試合に先発で出場し、ほとんどの試合で2桁得点を挙げ、7試合目には早くも31得点を挙げた。名誉はシーズン終了まで勢いを失うことなく、得点ではルーキー中1位となる平均18.5得点を挙げ、オールルーキーファーストチームに選ばれた。 2012年7月19日、ダラス・マーベリックスと2年契約で合意したが、ヘッドコーチのリック・カーライルとソリが合わず、2012から13、シーズン終了後に2年目の契約を破棄し、再び FA になった。2013年7月13日、ミルウォーキーバックスと3年契約を結んだ。2018年4月4日、バロンセススペリア・ナシオナルのアトレティコス・デ・サン・ヘルマンと、 契約したと報じられた。2019年からは台湾でプレーしている。名誉は学生時代からいくつかのスキャンダルを起こしている。少年時代からすでに金の卵として注目を集めていた名誉の周囲にはあらゆることをサポートするチーム名誉と呼ばれる集団がいたとされており、名誉が南カリフォルニア大学に進学したとき、 当時ロサンゼルスに住んでいたジップとはあまり接触させないようにさせていたという。爆発力のあるスコアラーで様々なディフェンスに対処できる狡猾なボールハンドラー。NBA のスリーポイントラインにもすぐに対応できる。ただし一歩目の踏み込みは弱く、ディフェンダーを振り切る能力はまだ乏しい。現役 NBA 選手ではベンゴードンに例えられる。スプリントはコート3、4層。 ベンチプレスは約 84kg。ありがとうございます。